何かと気を使う梅雨ですが、この時期ならではの絶景もあります。すごく綺麗で、綺麗よって、はい、なんか水に映ってるみたい。映らないわけ。確かに。新緑の楓が漆黒の床に映り込み、絵画のような景色が広がります。ここは古都京都にあるお寺、実相院。梅雨の曇り空は特に床カエデが映えるそうです。お天気悪いと奥の緑まで見えますから、奥行きが出てくるんですよね。なお一層引き立つという。絶景のためには毎日の床磨きが欠かせません。これの修行。そう。さらに京都には夏至を過ぎた頃、まさに今限定の絶景も。今の時期しかまあ見られないってことで、ちょっと楽しみしてます。京都の祇園にある両側院。開門して間もないのですが、境内はすでにこのにぎわいです。観光客たちの目当ては庭園に咲く白い花。小さな花だけでなく、葉の一部が真っ白に染まっています。美しいですね。ちょっと湿度高いこの時期に咲く花とは思えへんぐらいさっぱりしてる、爽やかやなと。実際に見てびっくりしました。こんな綺麗とはね。葉っぱが白く変わる様子を今だからこそ楽しむことができます。ジメジメした環境を好む半化粧です。その名の由来は大きく2つあります。夏至から11日目、7月2日頃からの5日間を半化粧と呼びますが、昔はこの時期に見頃のピークを迎えていたといいます。別の呼び方としましては、葉っぱが半分白く変わる様子から半分お白い化粧を塗ったようだということで半化粧、言われるようになったとも説もあります。初夏の開花に合わせて花に近い葉だけ白くなるわけとは。受粉の役割を、あ、ちょうど今ここもついてますね。あ、虫が、はい、虫をやっぱり引き寄せるという役割、それが大きいんじゃないかなと思ってます。白い花は小さくて目立たないため、葉を白く変化させることで虫を引き寄せ、効率的に花粉を運ばせるといいます。自分のためなんですね。虫も一役買ってますね見頃は7月上旬まで続くそうです。スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANN ニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。